さあフロントローは奥田桃、そして遠藤翔吾。スタートは切られました。スタートスタートっちだ。1コーナー遠藤翔吾だ。うまく西野和義も、あ、そして砂煙上がってる、いっぱい上がってる。1コーナー何があった。抜けてきているのは遠藤、奥田、西野ですね。カラーリング的に、4番手5番手が若干分かりにくいんですが、トップ3と4番手との間に少し差がつきました。下り 25R、 4番手には岩堀匠ですが、その前にカーナンバー9番浦田裕樹が出てきた。浦田裕樹が4番手に浮上でヘアピンを立ち上がってきます。トップ3と4番手との間にすでに大きなタイムギャップができました。浦田裕樹の後ろに岩堀、あ、そしてうわー、最終コーナー一気に上がってきたのは山本か。山本13番手スタートですが、大変なバトルになっています。富田蓮なんかも上がってきてますか。トップ3と4番手争いです。トップ3は奥田桃と遠藤翔吾と西野和義が三つどもえで、先ほどホームストレートは遠藤がトップだったんですが、ここでまた奥田桃が前に出てきました。奥田、遠藤、西野です。その後ろには浦田を先頭に小瀬良也も行く。インサイド飛び込んだのは小瀬か、小瀬良也が4番手か。立ち上がりラインが交錯していく。試験員で小瀬、そして岩堀、その後ろは山本と浦田がサイドバイサイド。その後ろからついてきたのは富田蓮と思われます。コスミックカラーは富田蓮。浦田裕樹はその後ろにドロップ、さらに岡本大輝、柴田隆成あたりが長い列を作っています。トップ3は奥田と遠藤と西野、落ち着いてきちゃったか。4番手争い、小瀬と岩堀がテールトゥーノーズ、わー、その後ろがサイドバイサイドだ。3コーナーから 4コーナー、これは大変なことになっています。当たらなければいいんですが、下り 25R、 6番手、1台コースアウト、山本一平。やっぱりいろいろ起こっちゃいます、この大集団。しかも RMC、 これで6番手単独になったのが富田蓮ですね。少し離れまして、第2集団の長い列は浦田裕樹が先頭となりました。7番手浦田、8番手柴田、水野、その後ろ振り返っているのは毛利達也だ。25番手スタートから毛利達也上がってきました。毛利達也も大変な追い上げとなっています。現在10番手、ポイント圏内まで一気に15台抜きをしてきました。オープニングの3周終了というところで、早くもガンガン上位に上がってくるドライバーが出ています。その毛利達也ですが、その後さらにバトルに入っていまして、今下り 25R なんですけれども、前ばっかりを目指してはいられないような状況になっております。岡本大輝、平野由香、仁誠也が13番手まで上がってきていますね。仁誠也13番手、14番手にはちょっとドロップをしてしまったドライバーがいるか。4周終了、5周目に入っています。 RMC の決勝、トップ3は等間隔になりました。コンマ5ぐらいずつ等間隔で3台。4番手小杉良也が後ろの岩堀をなんとか振り切りたいという感じですが、3番手までには少しタイムギャップができてしまいました。1秒749の差。4番手小瀬と5番手岩堀は接近しています。依然として、6番手は単独富田蓮、7番手争いは入れ替わりつつですが、この7番手には先ほどまでの浦田裕樹に代わって柴田隆成が上がってきていますね。柴田隆成、浦田、毛利、水野、仁誠や岡本大輝、その後ろが平野由香とで上位呪文となっています。5周終了、6周目、トップ3がここまでそれぞれ単独走行になるとはちょっと予想してませんでしたね。奥田桃強しです。
最近は女子大生として京都北山あたりでのびのびと暮らしているということなんですが、奥田桃、その気持ちよさが走りにも出ているかのような、そんな状況を遠藤翔吾を引き離しています。一方遠藤翔吾は後ろの西田和義にじわっと近づかれている。4番手小手良也は前に追いつこうと思いますと50秒7を切ってこないといけないんですが、2番手3番手と同じく50秒7というタイム、後ろの岩堀もそうですね。さらに6番手の中田は50秒9とトップ5からすると少し落ちた落差となっていて、さあ上位陣はこのままますます広がっていきそう。2番手から5番手までが50秒7とラップタイム揃っている中で、トップの奥田桃だけが50秒4という単独のラップタイムとなっています。女子強い。ちなみにこの前某所のレースに上海からの視察団が来ていました。上海の F1 をやるレースのあのコースからですね。その F1 のコースの横にカートコースがあるそうなんですが、そこで走っているドライバーたち、そして主催者が見に来ていたんですが、奥田桃の走りは非常にいいと太鼓判をしていました。海外の方々の関係者から見てもですね、奥田桃の走りは太鼓判、先入観なしで見てますからね。ゼッケンナンバーとヘルメットだけで見てるわけですから、彼らはそれを女子だと知って驚いていました。トップ奥田桃快走中です。2番手遠藤翔吾、3番手西野和義、ここのタイムギャップはコンマ4、いずれも自己ベストを更新して、2番手以降のドライバーも50秒6というラップタイムに入れてきています。西野と小瀬とのタイムギャップは1秒6から今1秒5に縮まった。小瀬良也、このまま伸ばしていけばトップ3バトルに入れるかもしれません。4番手、5番手、この2台が前を追っていきます。6番手の富田蓮なんですが、7番手の柴田隆成よりもラップタイム的には苦しい状況。現在は単独ですが、下り 25R、 まもなく後ろが追いついてきそうな、そんな雰囲気です。7番手カーナンバー23番の柴田隆成はしばらくカートからは離れて生活をしていたということなんですが、今シーズンから復帰です。その後ろは浦田、そして毛利達也、25番手からスタート。その後ろには水野、そして26番手最後尾からスタートの陣聖也と上がってきていますが、さあこの辺になるとポイント取れるか取れないかというバトルになりますよね。ちなみに10番手カーナンバー11番の水野幸喜までがポイント獲得となりますので、11番手の陣聖也、その後ろの岡本大輝、ここは苦しいですね。陣は前の水野幸喜見えてるんで、これは今ヘアピンのところですけれども捉えたいですね。今ヘアピンを立ち上がってきた試験に入っている6台のバトル、この一番後ろが陣、その前が水野です。10周終了です。さあここに来て詰まってきたのは遠藤と西野です。奥田桃は完全に独走、遠藤翔吾、後ろの西野和義がだんだんと近づいてきました。当初は等間隔だったトップ3ですが、奥田が逃げて遠藤が思ったようにスピードが上がってこないか、後ろから順調にタイムを上げてきているドライバーたちがググッと全体に遠藤に襲いかかってくるというような、そんな状況となっております。さあそして陣聖也がついにポイント圏内まで上がってきました。水野をかわしましてポジションを上げてきます。現在ランキングは第3位の陣聖也、開幕戦のポールトゥーウィンのポイントでランキング3位になっているわけなんですが、さらに伸ばしておきたいところです。前の内コーナーに入っていく浦田と毛利、もっと競り合ってくれなんて祈っているんじゃないでしょうか。残り周回は5周です。2番手3番手縮まってきました。下
左 25R 遠藤昌吾の後ろから西野和義、そんな2人を追う小瀬と岩堀。小瀬と岩堀の思いは天に通じるんでしょうか。遠藤西野バトルが起きれば表彰台バトルに食い込んでこられます。6番手富田は後ろの柴田隆成の方がペース的にはずっと速い状況が続いているんですが、なんとか序盤のアドバンテージを生かして踏みとどまっています。残り周回4周、その後ろオレンジのヘルメット浦田と青いヘルメット毛利、8番手9番手争いは2コーナーから立ち上がっていく。毛利達也もそろそろワンポジション上げそうだが浦田の息も粘ってます。下り 25R、 2番手3番手西野和義プッシュし続けることができるか、遠藤昌吾を逃げ切れるか。小瀬良也は前2台のタイムを上回っています。岩堀とのバトルに入らなければ本当に捕まえられるかもという間合いまで来ました。残り3周です。最終コーナーから立ち上がってくる、体を倒し込んで1コーナー前を狙っていく。後ろから岩堀がスムーズフリップで近づいてきています。その後ろ6番手の富田蓮を先頭にした2コーナーに入っていく集団はどうなっていくか。3コーナー小瀬と岩堀接近、3番手を捕まえる前に4番手バトルになるか。残り2周半です。2番手3番手は差が広がった、最後までプッシュし続けることができない。西野が苦しくなってきた。明らかに小瀬と岩堀の方がペースが速いです。帰ってくると残り2周、西野と小瀬のタイムギャップはまだコンマ6はあるでしょう。これを縮めるのは苦しいか。さあそして最終コーナーでは浦田と毛利が接近中です。奥田桃は後ろに3秒204です。なんとなんとこのバトルの激しい RMC でここまで引き離すと思いませんでした。奥田桃、去年は三浪でシリーズチャンピオンを取っています。奥田桃、今シーズンはこの鈴鹿でもその才能を開花させるのか。格は違う走りって感じですよね。奥田がっつりセッティングも決まってるんでしょうね。さあそしてファイナルラップです。4番手5番手争いはどうなるのか。前の西野を捕まえるのはちょっと苦しくなってきたか。4番手争いだ、1コーナー。さあ小瀬良也はついに前の西野和義よりも後ろの岩堀匠を意識した。岩堀はその隙を突っ込んでくるか。3コーナー手前へ一旦ついていたところを戻して仕切り直します。岩堀匠4番手5番手争い、 S 字から下り 25R へと向かっていきます。さあそして後方では仁誠也がポジションを上げました。9番手に浮上です。さあそしてヘアピン、岩堀入った。立ち上がりはどうだ、クロスは取れるか。4番手5番手争い、岩堀はシケインインサイドのラインをキープ。最終コーナーチャンスはある。トップ奥田は今チェッカー。4番手争いは岩堀が警戒ライン、クロスラインを取って小瀬良也、どっちだどっちだ、岩堀だ。2番手は遠藤、3番手西野、4番手岩堀、5番手小瀬、6番手富田守り通しました。後ろはかなり接近していました。7番手は柴田、8番手毛利、9番手陣、10番手に浦田。浦田はそれぞれポジションを落としてしまいましたがポイントは獲得。10番手でフィニッシュです。